はい、竹人です。ということで今日は、友達100人できるかの第2回行ってみようと思います。はい、ということで、今日なんですが、今新宿に来ております。新宿のね、とあるお店で待ち合わせでございます。まだ来てないと思うので、部屋入ってね、セッティングカメラとかしようと思います。はい、ということで今日はですね、ビデオカメラに GoPro に、さらにこれなんだっけ、オズモポケットかなと、RX100M7 という4台カメラで頑張ります。ダンス、あれ差し飲みっていうの忘れました。差しだっていうの言うの忘れてましたけど、大丈夫ですか。いや、知らなかったですよ。びっくりした何、あ、そうだ、島田差しだっていうの忘れたって。てか、もう撮ってんですか。ガリゴリ撮ってます。てか、はい、ということで第2回は前原さんです。すいませんね、お忙しいとこ来ていただいて。早速、いや、とんでもございません。30分も近くない。とりあえずじゃあ飲み物を。差しで30分も近くったら大変。全然大丈夫でございます。はい、とりあえず飲み物頼んでください。はい、適当にダラダラやってるのこの回で。誰も興味ないじゃん。いやいや、このグダグダしてる感じがいいんですって。あ、そうなんですよ。いや、てか、そもそも僕をその、なんだろう、紹介するっていうよりも竹人さんの明るい部分が多分この動画が明るみに出してフューチャーされるんですよ。普段の動画と違うぞみたいな。唐揚げっていうんですか。唐揚げ。すいません、ページが違います。ページが違います。そこには唐揚げない。まずはそれ、あと好きなのがあります。いえ、とんでもございません。私事に何時間でも待ってます。前原さん、なんか楽しいじゃない。いつも待ってます。ちなみに iPhone 見ちゃいますか。見ちゃいますか。プロマックス。ちょっと見ていいですか。プロマックス。あ、え、2つ2つ出たよ。いやいやいや、私くらいのところ。これはこのメロンハイボールで。はい。マックスでかいですね。うん、マックスでかいですね。でかい。これ何も後ろあれつけなくて大丈夫ですか。リング的なやつを。あ、大丈夫ですね。僕落とさないですね。え、寝るときはどっち使ってる。寝る前は どっちで見てるんですか。寝る前どっちで見てる。え、こっちこっちで見て、こうやってこうガーンってね。ガーンいてってこれの面白い。なりますよ。なります。そういう時にこうバンカーリング的なやつ。僕ね、スマホで見ないんですよ、ベッドとか。あ、そうなの。パソコン、 MacBook Pro を横にしてこうやって見てる。そのまま落ちる。あれ、そのガンっていってってこう倒れてきて。 MacBook Pro で見るんですか。 MacBook Pro 横にしてこうやって見る。恐ろしい。すごいっすね。全然つまんものだった。これバンカーリング昔つけた、これつかないんですけど、はい、つけてたけど、ほら無設定充電できなくなっちゃうから、あれ。え、どれぐらいの広角。すごいっすよ、超広角。これわかります。 0.5 にするんですよ、超広角。ほんとだ。だから自分でこうやっても全然取れますよ。あ、だからこれこそオズモバイルスを買おうと思ってしまう。あ、確かにそうですよね。あれで、いや、多分ね、 4K60p、 まあ、60p しなくていいけど 4K で撮ればね、相当 YouTube もここに行けるぞみたいな。え、すごい。え、すごくないですか。すごいんですよ。え、あの柱も。そう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 。だからちょっと貸してもらっていいですか。これ2人でこうやって、これでこうやって写真撮るのも、ね、あ、ちょっと頑張って。あ、じゃあこれぐらいできますね。全然 OK です。こんなちっちゃくなっちゃった。ほんとだ。ティーラボチャンネル。子供向けコンテンツはいろいろとあれなんですか、面倒。これからね、広告が結構なくなるって話、ね。あれはだから要は見てる人を子供と認識したら広告出さないって言ってるんですよね、 YouTube。 だからつかないわけじゃないですよね。でも見てる人が大人だろうが子供だろうが、子供判定するとどんどん広告がつかなくなってくるから。子供が出ててもダメっていう。あ、違うか、それ変わったかもしれない。それ変わったかもしれない。子供が出てても本日が大人向けだったら大丈夫。料理とかは大丈夫。ああ、そう。あ、そういうこと。釣りとか、旅行とか、キャンプ、あれキャンプも大丈夫なんだけど、その子供のおもちゃを使った初回とか遊びとかごっこ遊びとか、そういうのダメ。それ何なんですかね、差は。意味わかんないです。判定するのは結局ロボットじゃないですか。意味わかんないですよ。おもちゃの釣りので釣ってるのはダメで、難しくなるじゃないですか。ずっと撮ってない。ずっと撮ってない。4カメで、あ、3カメか。3カメ。あ、これは、これは後でタイムラプス。はい。
それはそこまでやりますね。ばっかり入ってくると思ってる、うん、そうですね。で、5G になるじゃないですか、うん、で旅動画は、まあ、普段のこんなドルメインこれどうでもいいんだろうね、ちょっと何ですか、どうでもいいですよどうでもいいどういってこう、ガジェットとかそういうのマヤさんとかどうでもいいわけじゃなくて、どうでもいいそう、そこは帰ったらなんか枕を何やりましょうだけ伊藤さんにどこでも言ってやるただ4K 撮って編集大丈夫なんですか。僕も大丈夫ですよ。年末にいいやつ買いました。マックを使ったんですけど、アイマックで使ったらダメで、最近 Windows の方がパフォーマンス出ますね。同じ金額だとプレミアでしょ。プレミア使うんだったら最近 Windows の方が見たいですよ ね。最近ここ1年半ぐらい、ゲーミング PC 買う予定だったんですけど、はい、そういうクライシスがあって買えなくなっちゃって、ちょっと様子見、ちょっと様子見。いつか前原さんも楽しく旅行に行きたいですね。珍道中、珍道中。今度ハワイ行かれるの？11年行くならどうですか？僕と行くならどうですか？僕だけじゃなくて、なんで？どこだろう。今まで行ったところは、今まで行ったところはアメリカか中国領ぐらいですかね。香港、台湾、あとはハワイ、あとアメリカ本土、あとはニューカレドニア行ったことあるんですけど、ニューカレドニアなかなかおしゃれで、今はフランスよりすごい高かったです。いや、もう僕の得意なアジアしかないですね。得意ですよね。よし、もう決めた。来年前までいや、僕は分かんないですよ、その前に。クライス僕は生きてるかどうか生きてるかどうか生きてるでしょ僕はもう、あれかもしれない、会社員になってるかもしれない今だから会社員だったら、それ一緒でしょ。あ、まあまあ、そうだよ。そうですよね。失礼しました。いやいや、確かにその通りだ。届いたついてテキサス出身の手でね、ふぜちゃった。あ、ふぜた。あ、超えた。これ見せていいですか。これひどくない、これみんなちゃんと顔ピンといくしね瞳エルフでちゃんと、すごいすごい、さすがマークセバプロテインチップダイエットに、あの低糖質ダイエットに行って、それが届いたんだよね。それ届いた。なんかこのパッケージがなんとなく確かにテキサスだな。そんなウケるとは。やべ、今日一面白い。クソ、今日一勝った。今週一面白い。クソ、負けた。やべ、超面白い。だめだ、クソ、勝てねえ。何組だぞ、次。あ、これだ。面白。これです、これです。面白。ああ、ヒゲがやべえ。写真撮っていいですか。大丈夫です。真ん中のボタンで。こんなになってます。怖いなぁ。どこのイケメンなんですか、これ。ちょっと太っちゃった、昔のマイクルタイム。日本じゃ、すごい保存しておきます、ね、一時期一世風靡したけど、ちょっと最近出てこない。ハリウッド大変みたいな。今焼肉屋さんやってますみたいな。これ、スナップショット、みんなやってましたね。ちょっと太りすぎて。子供のやつとかね、はまはま、流行ってるな。これだわ。これ来たわ。いい顔してるでしょ、これ。
乙女チックな顔したらいい感じになった完全にカツラをかぶられてるよ踊してこうありがとうございます僕のために1メガぐらい使ってない怖い怖い。ちなみに子供だとどうなんですか？子供だと、ああ子供っぽくなった。髭が全部消えた。あ、これはカットですね。これはカットつまんないですね。普通に可愛くなっちゃったけど。マヤさんが僕に合いそうな誰か友達を紹介します。誰でもいいです。あ、ただ1個あって登録者が1万人以上。そうなんだ。これなんでかっていうと、例えば僕が、あ、これ今友達100人できるかなって企画やってて、どんなジャンルでもいいですか？そう、ジャンルは何でもいいですよ。ただ YouTube をちゃんと真面目にやってる人で、それはその何万人、何十万人いますとかそういうことではなくて、そのなんか YouTube を真面目にやってる間ってあるじゃないですか。 YouTuber としてというか、なんかこのその上このコンテンツが伸びてるあるほうだって、これも含めて真面目にお話できる人がなくて、例えば100人でちょっとやってますって言って来られたらこういう話はできないとかって言ってそうですね。でまたじゃあこれものすごい人がどうなのかって全然話が変わってきちゃうみたいな感じ。人気あるないは別として、なんか真面目にちゃんと YouTube に何でも取り組んでる人と友達になっていきたいとか、そういう感じです。で僕は要は事務所のやつ並べるって面白くないけど、一旦だからうつさんと河合さんは一旦ちょっと置いてもらっといて、やってみんな集まってきて人が増えてきたらまた呼ぶって言ったら第2回うつさん、第3回河合さんと面白くなんとかいいでしょみたいな。まあまあそうですね。これどこまで繋がっていくんだっていうのは多分見てる人面白いと思う。これ今回2回目ですか？2回目。だから1回目はケントさん、そうケントさんので繋がって、誰でもいいっていうから、そうそうそう、それ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 、そうです。だから僕に紹介して、僕に合いそうな人、僕の友達として持ってくれるんだな僕に合いそうな人で誰でもいいんで、一回撮影抜きで1回飲むんだ。撮影抜きで、とりあえずで飲み行って、その人は、いや、あいつとは無理だなって言われて、お前たち練習したいな。いや、あいつとは無理だ、合わねえよって言われて、ちょっと相手なんて考えてるんだね。大丈夫です。ティーラボチャンネル。最後にマナルさんにとって聞きたいのは、あ、来たなみたいな顔されたけど、え、マナルさんにとって YouTube って何ですかね。あー、答えられないでしょ全員にこれから聞いていこうと思う。あ、そうなんだよ、うん、YouTube ってすごい端的でいいんですよ。 YouTube って何ですかね。 YouTube は本当すごい臭いこと言いますよ。あ、全然いいです、うん、臭いって言ってくださいね。臭っいやで自分表現する場所です。あ、そう思うんですか、うん、そうです、うん、昔は全然そんなふうに思ってなかったんですけど、なんかいつからか僕結構引っ込み思案なんですけど、それが出せるようになった。なんか昔ジヘイさんってご存知ですか？ジヘイさん知らない。なんか YouTube でなんか心を解放するの、あ、なんて言うんだっけな、もう忘れちゃった。とにかくなんかそういう方がいて言ってたんですよ。 YouTube やってて自分を解き放つみたいな、変な方じゃないですか、言ってて、あ、実際本当そうだったなって。僕結構引っ込み思案であんまり前に出てくるのも嫌なタイプだったんですけど、 YouTube って変わったなって思って、変わったっていうか、もともと心の中にあったんですよ、うん、もっと自分を出していきたい、表現したいみたいな。そうそう、あったんですけど、それができなかったのができた、ここではできたかなっていう感じですかねこっちで撮ってないか、こっちどっちもどっちも撮ってんですか。こっちも撮ってた、こっちこっち撮ってない、こっち。びっくりしたそうか、自分表現できる場所ですか。うん、そうですね。それで臭かった。いや、臭かないです。いや、みんな多分人それぞれ違うんだろうなと思って、最後に聞きたいなと思って。あ、そうみんなに聞こうと思いました。それ、今回からですか？そうっす。ケントさん聞いてない。聞いてない。うん、今回から。ケントさんどういうか聞きたい。次会ったら。どうもありがとうございました。ありがとうございました。